とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はランダム報酬タワーやっていきたいと思います。21回で短いんだけども、結構ね、装備に助けられてるところがあるので難しい気はします。まあ、とにかくやってみましょう。どうだろうね、意外とね、難しい気はするんだよな。結構装備がいいんだよね、今回って。なので、これ装備選べなかったら難しいんじゃない。いきます。3、最初3か。あー、なるほど。結構スパイダーでね、助けられてるところがあったんで厳しいかな。まあまあまあ、いいや、行きましょう。あの、種だったらね、結構楽になるかなと思ったんだけども、まあまあまあ、いいでしょう。やってみよう。火力はね、これすごいあるんで、あ、倒しやすくはあるかもね。もう意外と敵の HP 高い感じがあったので、よっしゃ、危ねえ。おいし、 OK。 危ねえ。 OK。 では行きましょう。問題なし、今のところ6、何もなしか。6は何もなし。ああ、まあまあ、ここはいいんじゃないですか。うん、行きましょう。まあ、序盤のうちはまあまあ大丈夫かな。8回ぐらいになってちょっと装備が揃ってないと厳しいかなと思います。とと、よし、 OK。 結構今の倒したんじゃない。うわー、凍結すると結構きついかも、メイス。結構攻撃速度が厳しくなりますね。よし、 OK。 いきます。4、なんだ。あー、なるほどね。めちゃくちゃ弱くなったじゃん。8はまあまあ出るんだけども、いや、弱くなったよ。これは火力もなくなったし、耐久力もなくなった。これはまずいかもしれん。これまずいな。待って、エンチャントなんかない。あ、弱体化入れっか、ちょっと。1でも入れとけばまあだいぶマシでしょう。 OK、 いけ、いいんじゃない。いい場所、いい場所。ミスった。よし、 OK。 お前まだいたんかい。で、あと1体でおしまいですね。まあまあ、まだまだいける。でも後半きつい気がするんだよな。いきます。1、おお、結構ばらけて出るな。地雷か、悪くはない、悪くはないけども、まあ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 、いいか、いけるよ。意外とメイスの火力が高くって助けられてるね、だいぶ。よし、意外とメイスはいいのかもしれん、今回。よし、 OK。矢はね、取っていきましょう。170本。まあまあ、強めの弓を取れればいいかな。えっなかなか攻撃当てにくい。はい、次いきます。1、さっきも1だった。おー、良くないぞ、
良くないぞ、輝くローブの方が良かったよ。まあポーションバリアは入ってるんでちょっとはマシかな。え、どれあげよう。いや多分上げたところでまたすぐね変わりそうな気はするのよ。うん、メイズでいいです。またねすぐ武器防具変わると思うんで。はい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 、一応ポーションバリア入れとこう。で倒せるかなこれ。あ、2発、2発、2発なら OKオッケーオッケー。おうおうおう、そのダメージだったらいいんじゃない。全然いい感じだと思う。よしオッケー、ナイス。うん、あ、で毒の雲がついてんのか。なるほどね、悪くないんじゃない毒の雲。うーん、結構きついな。まあポーションバリアあるから最悪なんとかなるか。あぶね、なんかやられそうな気がする。よっしゃ、ああいつをワンパンでいけるってのはなかなかいいんじゃない。おお、あいつワンパンはなかなかできないよ。結構耐久力高いからねあそこ。どうだ。おちょっと待って、まあまあまあそうね、正体が来る時間帯ではあるな。はい、いきます。6か、6か。いやここ欲しかったな、どっちか欲しかったな。いきます。まあまあまあ火力は一応こっちを上げてるのでこっちが上か今のところね。オッケーオッケー、いいんじゃない、いいんじゃないの。オッケーオッケー、よし。あ、そうか、俺いつもここで雷の杖装備してるからソウルがねだいぶ集まっていいなと思ってたんだ。そうだ、ソウルを今回集める装備がないんだね。お、いや意外とメイズいいな今回。おう、火力結構段違い高いわ。いい感じ、いきます。1、なんか1出るね今日、1が出るぞ。あーまあね、弓が良かった。これきつそうだな。よし、いけ。 OKOKOK、 ちょっと待って、オッケー。お、いいんじゃない、いいんじゃない。意外とやれてるよ。ナイス、よし。うん、耐久力がねもうちょっと欲しくなるかもね、もう少ししたら。いきます。あー3、カタって止まった。3。あ、ああ、悪くない。悪くないよ。いいんじゃない？エンチャなんか入れる？ああ、破滅を入れとこうか。と弱体化と。うんうん。ちょっと違うかもしれない。入れてると。あ、そうか。こいつは誘爆させないと当たらないんだ。オーケー。いいじゃない。オッケー。いいよいいよ。よし。ああ、ここ、これいかん。ここはいかんぞ。ここはいかん。よし。耐久力がないからね今。ちょっと。いやでもまだいけてる方だよ。よし、そうか、いつもはあのスパイダーアーマーだから
回復するんだ。だいぶ回復すんのよ。それがないってことでちょっと厳しいか。よし、10回クリア、いきます。6、まさかの6。うわー、ここ武器めちゃくちゃあるじゃん。これ厳しい、これ厳しいな。どれする。いやもうこれ火力を上げて一気に行くしかないんじゃないですか。火力上げて一気に行くしかないかも。防具でもいいけども、いい、もうこれでいく。やけどか、よくないね。いきます。とりあえず速攻でできるだけ倒す。よし、ダメか、当たらんか。よし、どこだ、どこ、そっち。あー、分かっちゃいる、分かっちゃいる、分かっちゃいる。よし、倒した。 OK、 いいんじゃない。いや待て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 、これきつい、これ厳しいぞ、やば。ちょっと待って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 、よし、ちょっとハチたちにちょっと任せるしかない。よし、うわ、結構出てきやがった。いやでもいける、おっしゃ、いけたわ。うわ、でもこの雑魚どもが厳しいよ。まあまあまあ、いけましたね。いきます。3、まあまあまあ、いいんじゃない。攻撃速度も上がるしね。うん、いやでもなあんまり良くないな。いや良くないわ。でももう半分以上来てるからね、頑張っていきましょう。よし、 OK、 このフレイルのね火力にちょっと頼っていこう。 OK、 この弓をね、初期の弓からなんとか変えたい、なんとか変えてえな。よっしゃ、 OK、 いいんじゃない。よし、待って、ちょっとタワーレースをなんとかしたい。 OK、 まあまあ倒しましたね。あと2体ぐらいか。お、止まった。おお、あと氷使いがいる感じ。よし、終わり、いきます。4、珍しい4。ああまあまあ、でもね、でもね、おお、いいいい、うん、いや、エンチャ微妙、微妙だな。とりあえず長弾をつけて、あー、そうか、これでいこう。意外と厳しい感じだったね。いや大丈夫か、いけるかな。 OK、 意外と最初に取ったメイスがいい感じだったね。 OK、 で長弾が相変わらず使える、長弾いいわ。よし、いいんじゃない。ちょっと待って、 OK、 こいつ、よっしゃ、うん、ちょっとネクロ苦戦するかな。
ネクロ若干苦戦しますけども、いけるね。いきます。珍しい5、初めて出たかも5。多分ね、削りか、おお、いいね。削り方の問題なんだろうけどね。ここでしょう。うん、あ、いいと思う。あそっか、黄金だ。まあ仕方ないね。一気に倒せれれば倒したい。よし、オッケー、一気にいけた。あとエボーカーのみ。よし、いいよ、オッケー、楽勝。結構楽勝だよ。いきます。1、今日なんか1出るね。はいはいはい。何入れるか。そうね。まあ、後々ライフブーストっていう手もあるので、うん、とりあえずこれだけでいいや。うん、後々ライフブーストで、最悪いける。OK。矢はめちゃくちゃ出てきてくれるね。ありがたい。矢が出てきてくれるのはありがたいよ。よし。これ、チェーン発動してる？チェーンはあんま発動しない。OK、OK、OK。いいんじゃない？一気に倒す。よし、待てよ、待て待て。いや、意外といいぞ、本当に。やべ、よし、いけるもんだ。多いな敵が。やばい、あそこのエンチャンター結構やばい。ちょっと待って、あいつやばいな。ちょっと待って、動けない。よし、 OK。 こいつ打ってほしいな。でこっちも行きましょう。はい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 。なんかチク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 してね、打ってほしいね。よし、うん、戦いにくい。で、あとこっちにエンチャンターいるね。オッケー、倒しちゃいましょう。終わり。いや、まだいる。いましたわ。はい、いきます。3。まあ、うんうん、いいんじゃないっすか。いや、あんま良くないけどね。テンポセフト入れて、まあまあまあ、動きを遅くしつつ、はい、行きましょう。ここやべえな。あ、でもまあまあ、うんうん。打っていけば、まあなんとかなるわ。さら、まあ見えないところから、コツコツ打っていきましょう。やばいやばいやばい、めちゃくちゃ来た、めちゃくちゃ来てる。よし、オッケー。今の数のところを乗り切れればいいんじゃない？よし、オッケー。いいと思う。もうこれいけたでしょ。あとはもうここら辺から打っとけば勝手に倒してくれるはず。よし、いいね。あ、エンチャンターがなんか、うわぁ、微妙なことしやがって、お前。やっぱり、長弾がないと結構厳しいか。長弾連鎖反応ないと倒しきれない。2番、珍しい。おぉ、また防具変わるか。あ、でも、ポーションバリアがあるから、やりやすそう。ね。最後の叫び、位置入れときたいぐらいパワフルだもんな。
いいです。行こう。まあ問題はあるんだけども、クリアはできそうな気がするね。多分いけるよ。よし。嘘、勝て。硬っ。もう結構硬くなってきてる敵が。ちょっと待て、ちょっとこれきついぞ。そこからの攻撃はきついぞ。よし、 OK、 待て。よし、もうどんどん増えてくるからね、先に倒さないとどうしようもなくなってくる。いやー、火力ねえな、弓、弓の火力が全然ない。もうちょっと火力ないかな。よし、 OKOKOK、 もうちょいです。いきます。 6!6 か、5出ろよ、5!6 か。結構、いやいやいや、武器くれよ、武器を。一応最後の叫びを入れときましょう。いきます。よっしゃ、いいんじゃない。やべえ、でもまずここを倒さないとどうしようもないからね。よし、いいよ、テンポセットがいい感じ。よし、 OK、 いいんじゃない。よし、終わり。19回クリア。これ最後の報酬かな、頼むよ。1番です。あー、まあ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 、いいかな。でもちろん武器を上げないとダメージ入んないからね。うん、防具よりも武器でしょう。フレイルが112、まあまあまあいいんじゃないですか。行ってみましょう。ちょっとエンチャントどうするか。間違いなくこれ、間違いなく長男ぐらいか。霊気一応入れとけ。怖い。まあまあ倒せるよ、倒せるけども時間かかるのが嫌なんだよね。まあ、武器火力は十分にあるんで、いや十分ってほどでもないな、十分ってほどでもない火力が。よし、うん、こんなもんか。ちょっと待って、こいつ倒しておきたい。よし、 OK。 嘘、結構減ったな。よし、結構減ったぞ。うーん、これ時間かかる、これすっごい時間かかるよ。ね、装備に結構助けられてるところがあるんで、今回厳しいですね。まあクリアです。では報酬を見てみましょう。報酬は今回意外といいのよ。いや、うん、あ、でも、うんうんうん、失われた魂はいい。ほらほら、虚無さん、うん、エンチャいいでしょ。エンチャいいのよ。なんだ、あ、あ、もう見えてるじゃん。冬射撃見えてるじゃん。ダメです。よくなかった。あー、この二つはね、エンチャ3でいい感じなんだけども。はい。ということで、ランダム報酬タワークリアです。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。